ダハシュールダハシュールダハシュールは、カイロの南約40キロメートルのナイル川西岸の砂漠にある王家のネクロポリスである。いくつかのピラミッドがあることで知られており、中でも二つのピラミッドが、特に古く大きく、保存状態も良い。屈折ピラミッド赤いピラミッドエジプト高王国時代のクフ王の父スネフェルが建設した屈折ピラミッドと赤いピラミッドがある。 屈折ピラミッドは独特の形状をしており、建設中に技術的問題が発生したためにこのような形状になったと見られている。赤いピラミッドは世界初の階段上でないピラミッドである。エジプト第十二王朝のアメン・エムハト2世のピラミッドは保存状態が悪い。その隣から王家の女性の洞窟を免れた墓が見つかっており、多数の宝石類が出土している。 セムセルト3世のピラミッドは南方のもう一つのピラミッドや王家の女性の小ピラミッド群と共に巨大な複合体を形成している。このピラミッドに隣接するツーローブからはセムセルト3世の娘の二つの宝物が見つかっている。黒いピラミッドはアメイエムハト3世の地政後期のものとされ侵食が激しいが、 スネフェルの二つのピラミッド以外では最も印象的な記念碑である。黒いピラミッドの頂上部にあった加工岩製のピラミディオンはカイロのエジプト考古学博物館のメインホールに展示されている。このピラミッドの隣からエジプト第13王朝のオーホルの墓とその娘と思われるニュービテプタイカードの墓が見つかっている。ダハシュールには他にもエジプト第13王朝の ピラミッドがいくつかある。発掘調査が行われたのは、そのうち、ミニーン王のピラミッドだけである。ダハシュールのピラミッド群の周辺には、エジプト公王国やエジプト中央王国の役人の墓地も、多数見つかっている。ありがとうございます。